今回は紀州のドン・ファンの元妻須藤早貴、逮捕で出演ビデオが1位になってしまうローランドとの関係は見ていきたいと思います。紀州のドン・ファンが死亡して3年後の今、ドン・ファン元妻の須藤早貴容疑者が逮捕されました。その影響で須藤早貴容疑者が出演している AV がアダルト動画サイトで1位を獲得したようなので、それをまとめてみました。あとローランドという単語もたくさん出てくるので、その点についてもまとめてみました。須藤早貴さんのまとめ動画は数日前に配信してますので、まだ見ていない方はまずそちらからご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。須藤さんはアダルトビデオに複数出ているようですが、一番話題になっているのが朝まではしご酒です。はしご酒に出演というと、ダウンタウンのダウンタウンナウ本音ではしご酒に出演していると思っている人も多いようですが、須藤さんが出演していたのは本音ではしご酒ではなくて、朝まではしご酒というアダルトビデオの作品になります。動画の中ではゆりかという名前で出ていて、21歳で化粧品会社勤務という設定になっているようです。動画の内容としては、終電終わりに居酒屋で声をかけて悩みなどを聞いてお持ち帰りするという企画の作品ですね。夫であるドン・ファンが亡くなったのが2018年なので、この作品が配信されたのが2017年なので、アダルトビデオに出演していたのはドン・ファンと結婚する前だったようです。多分ホストクラブで遊ぶお金が欲しくて出演したんじゃないかと思います。はしご酒以外にも計5本アダルトビデオに出演しているようで、こちらですね。ちょっとまた読んでみますか。朝まではしご酒03 in 恵比寿駅周辺 AV 体験撮影441、マジナンパ初撮り922、ラグジュ TV847、ゆりか G エリア、この5本に出ていたようです。このゆりかさんがアダルトビデオの動画サイトランキングで1位を獲得してしまっているようですね。このはしご酒の動画をたくさん見たい方がいるようで、 U Next というサイトで31日間無料トライアルを使うことで、見放題作品の中からこのはしご酒のビデオが見れるということをアフィリエイトしだす強者も出てきてしまっているようです。31日無料トライアルの後は月額1990円かかるようなので、解約するのを忘れないように気をつけてください。須藤早貴さんを調べていると、ローランドというキーワードがよく出てくるので、その点も調べてみました。須藤さんは新宿歌舞伎町のホストクラブにも行っていたようなので、周囲にはローランドを指名していると得意げにアピールしていたそうです。で、須藤さんは過去にコインパーキングを貸し切ってシャンパンタワーをやったことがあるようです。一方、ローランドさんもコインパーキングを貸し切ってシャンパンタワーをしたことがあるようで話題になっていたので、この出来事と須藤早貴さんの嘘の自慢話が広がったんじゃないかなと思います。ローランドさんからの方も正式にお知らせ、本日逮捕が報道された須藤早貴容疑者とは一度もお会いしたことがなく、当然過去にホストとして接客をした事実も一切ございません。一部で事実無根の記事が掲載されていましたので、この場にて正式に否定させていただきますとツイートされていました。ローランドもきっぱり否定してますけど、全ての客の顔と名前を覚えてるんですかね。一流のプロなんで、本当に全ての人を記憶している可能性は大いにあるかもしれないですね。結果、須藤早貴さんとローランドさんは何も関係がないようですね。北海道の純粋な女の子がホストにはまってしまって、すすきのから歌舞伎町に来て人生がおかしくなっていってしまったんじゃないかなと思いますね。今大人気の須藤さんなんで、他にもいろいろと新情報が出てくるかもしれないので、また出てきましたら動画にしたいと思います。本日は以上です。それでは皆さん、元気でな。